しょーと11月26日木曜日、はいはい、向島駅入り口シグナル越えてきますよ。6号線上りよいしょと墨田区モービルでね、国立セット向けになってますよ。ご移動局皆さんおはようございます。よいしょ、はい、もうねまさかのね、いつも7時おろしやからね、そのつもりしてて2時間半ぐらい寝れるかいな思ったらねえ、6時から降りるんですよとか言ってねねえ、手空いたら降ろしますね言うて、びっくりですよ。5時半に降りましたね。5時半っておやおや、本当にえらい目に遭いました。ご飯炊こうかな思ってね、ご飯炊いて寝ようかな思っててね、ほんで起きて下ろして炊きたてのご飯ちょっと冷めたやつを食べつつ思ってたらね、こんな調子ですわ。はい、なんでね、東向島のシグナルまで来ましたけども、琴戸橋からね、またどっぷり中心入っていきますよ。そっからね、また靖国通りから20歳抜けて、国立木は思ってます。はい、そんなわけで朝ごはん食べれてないんでね、元気出ませんよ言うてね、もうちょっと眠たなってきたわやてまだ7時半、7時半じゃもう8時なのかな、1時50分ですけど、本日も頑張っていきましょう皆さんね。はい、そんなわけでね、こちら、はい、第2類医薬品リボビタンゴールドアルファ大正製薬、はい、大宮の大正製薬かな、違うかな、はい、そんなわけでですね、こちらもらったやつ、うん、これあかんわ、19年の8月になったらいつなんやな思ったら、あかんわこれ、なんやあかんやん。はい、それではですね、こちら、はい、大正製薬リボビタンゴールドアルファ第2類医薬品っていうのをね、これで朝ごはんにしようかなと思ったんですけど、これね19年の8月ってことでね、もう去年に期限が切れてました、ごめんなさいね。これね、いただき物ばっかりなんですけど、みんなにいただいたやつね、期限がねもう切れてしまってごめんなさい。あんまりこういうのね飲まないんでね、はい、じゃあキレートレモンと、モンスターエナジーの3倍、 M3 のやつね、こちらを朝ごはんにいただきたいと思います。はい、炭酸やからね、あふれる、やっばやっば、バリ炭酸くるやん、え、こんな炭酸きついん、ちょうど琴戸橋のね左車線入っていくとこですわ。はい、そんなわけでちょっとね、まさか炭酸がそんなぶわくると思ってなくてね、炭酸ガス抜きしてました。はい、ごめんなさい。よいしょ、ちょ、それじゃあ皆さん本日も一日頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。そんなわけで、本当はね、このリポビタン、これどんなんなんかな思ったんやけど、さすがに1年期限切れてたらね、やばいかな思ってやめました。ビビってしまいましたけど、はい、じゃあそんなわけでね、本日も皆さん頑張りましょう。バイバーイ。あー、東京に来たからにゃ、ハッスルハッスルハッスルしないと意味ないさ、二人でハッスルランデブー、ハッスル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 しないと、あー切ないね東京、東京ハッスル男。